英語学習の時間がやってまいりました。はい、Everybody、皆さんいかがお過ごしでしょうか。時事ニュースで英語学習ということで、NHK ワールドニュースを使って最新ニュースで英語力と情報力どんどん上げていきましょう。春、日本の春、桜のシーズン終わりましたけれども、奈良でですね、桜ピンク色だけではない、珍しい緑色の桜もあるということで、このニュースを使いながらですね、春、終わりかけですけれども、桜の季節終わりましたけれども、こんな桜もあるんだということで、情報力と英語力を上げていきましょう。まずはじめに、英語字幕借りて NHK ワールドニュースを見て、アウトライン、ニュースの概要を捉えていきたいと思います。次に NHK ワールドキャスターの上手な英語をお手本にしながら、しっかりと私たちも英語を音読をして、英語を話す訓練をして、日本人が苦手と言われているスピーキング力アップ、そして音読をしながら難しい単語表現を増やしていきましょう。そして内容は、Google の和訳も使いながらしっかりと情報力もアップしていきたいと思います。そして3番目は字幕なし英語のリスニングと NHK ワールドニュースの綺麗な映像とともにですね、しっかりと英語のリスニングで聞き取れるのかどうか、そう仕上げをやっていきたいと思いますので、ぜひ動画最後までご覧いただいて、一緒に英語力そして情報力上げていきましょう。英研究家チャンネル、いいなチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それでは NHK ワールドニュースを使いながら学習進めていきましょう。それでは左側の NHK ワールドニュース、右側の英語原稿ありで見ていきましょう。原稿読まれているところ、このようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。原稿なくても英語聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は、左側の NHK ワールドニュースだけしっかり集中してみていただければいいと思います。それでは、Let's try to understand the outline of this NHK ワールドニュース with English subtitles. Let's try it.Most people associate cherry blossoms with the color pink, but visitors of a botanical garden in western Japan are enjoying the sight of a rare variety that blooms in pale green. Three Gyoiko cherry trees are located on the grounds of Kasuga Taisha Shrine in Nara City. Their name is said to have come from the green-colored clothing favored by aristocrats during the Heian period, which began in the late 8th century.It's really nice. I've never seen such cherry blossoms. It looks noble. I like it. The operator of the garden says the flowers will gradually turn pink over the course of a week or so. まかりで見てみましたけれども、概要を、捉えることできましたでしょうか。私は知りませんでしたけれども、桜といえばピンクと思い込んでいる、思っていましたけれども、こういう風なですね、緑色の桜もあるんだということで、奈良の春日大社で、お披露目されているというこのニュースを使いながら英語力情報力上げていきましょう。それでは今聞いた NHK ワールドキャスターの上手な英語を参考に思い出しながら、私たちも英語字幕を声に出してしっかりと英語を話す練習、そして単語力表現力どんどん上げていきましょう。それでは左側英語、右側 Google 日本語訳出ていますので、これを使いながらですね、まずは左の英語、しっかりと視聴者の皆さんも声が出せる方と一緒に英語を話してスピーキング力練習、スピーキング力を上げていく練習していきましょう。ではまずこの部分を音読いきたいと思います。 Most people associate cherry blossoms with the color pink, but visitors of a botanical garden in western Japan are enjoying the sight of a rare variety that blooms in pale green.桜といえばピンク色を思い浮かべる人が多いが、西日本にある植物園では淡い緑色に咲く珍しい品種の桜を訪れた人たちが楽しんでいるということですね。ではここ単語表現を見ていきましょう。 Most people というのは大体の人、多くの人は associate A with B で A を B と関連付けるということで、 Cherry blossoms 桜といえばカラーピンク、ピンク色というふうにアソシエイト、関連付ける、完全関連付けますけれどもですね、but、ボタニカルガーデンというのは植物園ですね、西日本にある植物園を訪れている人たちは、rare というのは珍しいですね。in pale green 淡い緑色、pale というのは淡いというですね、淡い green 緑色をした桜を楽しんでいるということです。さあでは、ここ音読をしながら見ていきましょう。
Three Goicho cherry trees are located on the grounds of Kasuga Taisha Shrine in Nara City. The name is said to have come from the green colored clothes favored by aristocrats during the Heian period, which began in the late 8th century. ということで、奈良市の春日大社境内にある三本のゴイゴ桜、名前の由来、8世紀後半から始まる奈良平安時代に貴族が好んだ緑色の衣装だったと言われているということですね。名前、ではここ単語表現見ていきましょう。 locate というのは位置している、あるということですね。Cherry trees are located、 この緑色の桜の木は春日大社、奈良の春日大社にあるということです。そして Their name is said to have come from、 be said to で何々と言われているということで、この桜の名前は come from、 from 以下から来たと言われている。どういうことかというと、平安時代に aristocrats というのは貴族ですね、貴族が好んだとされる green colored clothes、 緑色の服から名前の由来が来ているんではないかと said to 言われているということですね。ではこの aristocrats、 なかなか見ない単語、英検級レベルの難しい単語ですので、しっかりと声に出しながら覚えてしまいましょう。これですね、 aristocrats、 aristocrats、 aristocrat、 aristocrat で貴族ね、声に出して覚えておきましょう。覚えておきましょう。アリストクラット。アリストクラット。あとは、最後の部分ですね、見に来ていた人たちがこう言っていました。It's really nice. I've never seen such cherry blossoms. It looks noble. I like it. The builder of the garden said the flowers will gradually turn pink over the course of a week or so. ということで、それはとても素敵だ、緑の桜も素敵だ、こんな桜見たことなかったって言ってますね。そして noble というのは高貴ですね、なんか高貴な感じがする、 it looks noble ですね。発音チェックしておきましょう。 noble、 nobles、 nobles で貴族、 noble、 まあ、高貴であるっていうことです。 noble、 noble、高貴に見えました。そしてこの桜ですけれども、week or so、 1週間がだいたいそこらで、徐々にですね、gradually、 徐々にピンク色に変わっていくということですね。さあでは、奈良の春日大社に行けばですね、珍しい、レアな緑色の桜が見れるということで、春日大社にあるボタニカルガーデン、植物園では珍しい緑の桜が見えるという、このニュースを使って、しっかりと英語力、情報力、あげれたんではないでしょうか。さあでは、次は3番目ですね、字幕なしということで、今度は NHK ワールドニュースの綺麗な映像ですね、映像で緑色の桜、しっかりと楽しめますので、その映像とともに今度は英語のリスニングだけで学習した単語表現、そしてニュースの内容を聞き取れるのか集中して見ていきましょう。Let's try to understand every details of this NHK World News, but this time without English subtitles. Let's try to understand every details of this news, only listening English. Let's try and let's enjoy watching rare green cherry blossoms. さあそれでは集中してアクティブリスニングでリスニング力、聴力高めていきましょう。Most people associate cherry blossoms with the color pink, but visitors of a botanical garden in western Japan are enjoying the sight of a rare variety that blooms in pale green. Three Gyoiko cherry trees are located on the grounds of Kasuga Taisha Shrine in Nara City. Their name is said to have come from the green-colored clothing favored by aristocrats during the Heian period, which began in the late 8th century.It's really nice. I've never seen such cherry blossoms. It looks noble. I like it. The operator of the garden says the flowers will gradually turn pink over the course of a week or so. さあ、いかがだったでしょうか。視聴者の皆さんは、こういう珍しい緑色の桜があることをご存知だったでしょうか。字幕なしで NHK ワールドニュース見てみましたけれども、聞き取れましたでしょうか。
聞き取れなかったなという方は動画前に戻ってしっかりと自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音リズムに慣らしながらリスニング力アップ、そして新しい単語表現もどんどん覚えてどんどん英語力上げていきましょう。そしてやはり日本人が一番苦手と言われている英語のスピーキング力、島国日本、海に囲まれた日本に住んでいるとなかなか日常生活の中で英語を話す機会がありませんので、今やったようにですね、 NHK ワールドキャスターの上手な英語なんかを真似しながらしっかりと、日常的に英語を話す訓練をするというのがスピーキング力アップへの近道ですので、たくさん英語を話しながらスピーキング力も上げていきましょう。いかがだったでしょうか。英検1級ガチチャンネル、こんな珍しい緑色の桜があるんだということを初めて知りましたけれども、ほのぼのするニュースで今回は英語力と情報力上げてみました。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。一緒に英語力、情報力上げていきましょう。 Thank you very much for watching my video till the end. Have a good day. Goodbye.